ラブライブ、ラブライブのディスコグラフィラブライブミュー S55 ラブライブ2015ドリームセンセーションラブライブミュー S55 ラブライブ2015ドリームセンセーションは2015年9月30日に発売されたミュー S の映像作品2015年1月31日2月1日に埼玉スーパーアリーナにて行われたラブライブ ミュー S55 ラブライブ2015ドリームセンセーションの模様を収録。ミュー S にとって4枚目の映像作品。1月31日分のみ、収録のデイ1、2月1日分のみ、収録のデイ2がブルーレイと DVD で発売されるほか、ブルーレイのみ、両日分を収録したブルーレイメモリアルボックスが発売される。 8月29日に視聴動画が公開され、メモリアルボックスの外箱の描き下ろし絵柄が明らかになった。2016年3月13日と2016年3月20日に、ミューエスアリガートプロジェクト、ロードツーミュー、シックフォーエバーの劇場スペシャル上映が全国の劇場で開催され、サイリウムの持ち込みや声を出しての鑑賞などが可能な、スペシャルステージとして行われた。 2016年3月13日は2015年1月31日のライブ映像。2016年3月20日は2015年2月1日のライブ映像が流れた。先着順の入場者特典として、ニュー s Live In Theater カットフィルム一部の劇場では、ニュー・ s ありがとうプロジェクト劇場スペシャル上映描き、卸し色紙も残数がある場合に限りセットで、 配布された。2015年9月29日付のオリコンの BD、デイリーランキングでは主位を獲得。その後翌週の10月5日付まで主位を守り、2015年10月12日付のオリコン週間ランキングでは、初動4.9万枚を売り上げ、BD 総合及び BD 音楽チャートで週間1位を獲得した。 アニメ関連の音楽作品としては歴代最高書道となった。また、ミュー S の作品がオリコンの週刊1位を獲得するのはミュー S ベストアルバムベストライブコレクション2以来となる。その後、57,971枚を売り上げ、2015年のオリコン年間ミュージックブルーレイランキングでは7位を獲得した。ワウワウにてラブライブ ミュー S55 ラブライブ2015ドリームセンセーションワウワウ特別編集版のタイトルで2016年2月17日20時45分18日1時50分に放送された。ありがとうございます。